リツーは取れないです。乙女取れないですね。ゴールデンカムイがありますので、ゴールデンカムイ。おはようございます。しんのすけのデシペルペルです。本日は千葉県にありますウエスタン浦安柳通り店様にてペルペルダブルパニック収録させていただきます。本日の日付が7月28日日曜日ということで、抽選が約95名様ほどで、引いた番号が55番、55なのでジャグラー行こうかなと思ったんですけども、とりあえずバイオ RE2 戦後ごとめ4見て取れず、神台が空いておりましたゴールデンカムイ。今日はゴールデン調査から始めたいと思います。最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それでは、スマスロゴールデンカムイゴールデン調査始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いや久々ですよカムイ。それでは AT 中の中段チリ目指してスターティン。今日はバイオ RE2 乙女取れず第3候補のゴールデンカムイです。打つのはちょっと何回目って言えないぐらい打ってきてるんですけども、初打ちした時に9000枚ちょい、出して以来一回も上位 AT には入れられてません。結構難しいということが分かりました。ただ投資的にはあまりしないイメージです、今のところ。なので優しい台っていうイメージです、個人的には。さあ最初の運試しですよ、このメーターマックスの 50% での参戦、朝一の運試し。さあ運試し 50%、 これねちょっとね、このその日一日が決まると言っても過言ではないです。ノー朝一 50% 取れず、まあ AT 中に 50% の参戦引けてればいいんですけどね。まあ、ここの 50% の取れる取れないの楽しみもゴールデンカムイの通常時の楽しさの一つだと思ってます。さあチャンス目で温泉チャンスに行くかどうかなんですけども、その前に狩猟チャレンジ。狩猟チャレンジめちゃくちゃ大事です。めちゃくちゃ大事なんですよ。チャンス目贅沢。狩猟チャレンジ中に中段チェリー引くと演出なんか何もないらしいんで、この演出でも全然中段チェリー止まるパターンあるらしいんで、ちょっと油断できないんですよね狩猟チャレンジ中。いいねいいね。ノーオッケー。まあ赤オーラは確定ではないんですけども、今回取れました。これで1/2ちょうど 50%。おお絆役、おそらく状態は通常だと思いますね。確か 20% ですよね、ボーナス当選率。降格中だったら 50%。 ただ、規定ピューも、光っておりますので朝一はちょっとずれますね。朝一以外だと200ピューからがピカピカピカってなるんですけども、朝一だけちょっとずれます。これちょっと今日は何かが違いますね。絆役2回目予兆ステージは弱い。まあ、こちらのウエスタン浦安柳通り店さんは奇跡が起きやすいお店さんだと思っております。数々の奇跡を、起こしてこられました。今までマッチョマッリプレイ。お、これは熱いですよ。地下行っちゃいましたからね。これは規定ピューで当選したのか絆役で当選したのかちょっと分からないですけども、まだ当選してない可能性もある。この紫もは、まあ、地下での、当選期待度結構高いんですけど1回だけ外したことあります。確か8割ぐらいはあったはずですよ。朝からチャンス。おお贅沢なチャンスやりました。朝一キリンキリン
やばい、やっぱりね、ゴールデンカムイは簡単なんです。250ピュー、そして3本レッツ。この第3押した瞬間の背景の色レッツなので、規定ピューで当選してての絆役で昇格したか、それとも、規定ピューでは当選してなくて1回目の絆役で当選して2回目の絆役で昇格したか分かりませんけど、いきます。これはもう決戦ボーナス。いい出だし、ここで AT につなげられたらもっといい出だしやります。このゴールデンカムイで一番好きな瞬間、決戦チャンス中のチェリー、まあ、絆役ですね。 AT 当選激怒なんですけど、それが一番気持ちいい。ここに全てを積み込みます。早いんよな、フライングチェリー。さあ決戦チャンスいきます。128分の1のチェリーを目指してゴー。うわー、ビジョンかかった。いきますよ、1ゲーム目。惜しかった。うわー、ありますね。赤7狙って枠上狙い。のベルリップ、ベルリップ。うわーこれ割ってほしいなー。おー、いやー、やっぱゴールデンカムイでした。今日も最高です。もう北島康介さんじゃないですけど、超気持ちいいです、これ。本当に何回やっても飽きない、それがゴールデンカムイ。よし、ただまだスタートラインではないんですけれども、もう一回引きますか。これ贅沢チェリーです。普段あのカメラを左側に置いて左向きで収録することがめちゃくちゃ多いんですけど、今日はまあ外角台なんで右側にカメラを置けばまあ少しは邪魔にならないかなということで右側に置いてるんですけど、この違和感がさっきのチェリーを呼んできたかもしれないです。いつもと違う角度、これ今日のミソポイントになると思いますんで、今日はいけます。さあこれで溜まって OK。 さあしっかり走り場、ブルーコーキーレッドコーキー参戦、オッケー、杉本。おリプレイ、わあ、おお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 おい、覚醒、オッケー。チェリー狙、いや中段チェリー狙って20の振り分け、初めて飛びました。覚醒20の振り分け初めて飛びましたよ。ちょっとどのくらいのあれだか分からないですけど、これは大チャンス。中段チェリー狙いつつの参戦役狙いしつつのチェリー狙いです。 OK15、 OK、残り3ゲームになったら分岐点なんで麻酔をします。おお、いや、おお、参戦役かチャンス目ですよね。ベルスイカが止まったら参戦役、わあチャンス目、オッケー。うー、まだ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 、プチュン、おい40、
さあラスト3ゲームなんで、ここで麻酔を打ちます。うん、オッケーオッケー。中段チェリーはオッケー、80の背です。ゲーム数復活。なあ、ダメでした。ラスト、奇跡的にメーターは1個でした。いかない。722枚黄色、まあ OK でしょう。投資3本なんで、あと1600枚ぐらい出せば、引き継ぎで2000枚到達できます。早く当てればなんですけども。さあ200ピュー台、今82ゲームです。札幌世界ホテル、これは厳しいか。ここで8点、最低でも1回はチャンスアップ欲しいですね。タイトルの枝赤、まだ油断できない。第1カットイン、オッケー、228ピュー、109ゲームです。レッツブルー、ベルを引かないように。5、オッケー。さあやりましょう。年変わらず3本で今594枚あります。あと1600枚ぐらい出せば2000枚到達できると思いますんで、ここはもう最低では A 手に入れること。内部ポイント振り分けがあると思うんですけど、初っ端95だったらもうもらいなんですけどね、なかなか 0. 何パーセントの世界だったと思うんで、まあとりあえずチェリー引けば OK です。いいね、リプレイ。最低でもこれで 5ポイント、100ポイント到達で AT。 あれ、なんか毎回上がってますよ色が。初期振り分けポイント いいかもしれない。これは熱いでしょう。リプレイですよ、これ赤までいきますよね。これ毎回の公約で全部昇格してる。もうこの時点で100ポイントいってたら AT 確定なんですけども、その最中でチェリー引いたら特化ゾーンゴールドラッシュからスタートするっていうパターンもあるらしいんで、それを目指してチェリー狙い。うわい、もうこれはもう贅沢でしょ。おーい、初めてだマックスで、ここでチェリーを引くんですよ。そうすれば多分特化ゾーンいけると思いますんで、切り申し。でもこれでももしかしたら特化ゾーンからスタートできる可能性ありますよ。アーカビジョン、チェリーは引けず。うん、やります。2回目。さあ続きからあと1500枚ぐらい。おおおおおお、不意の。さあしっかり 50% 赤後期、まだ油断できない。いやーちょっと危ない。オッケーで、参戦した時の 50% で杉本で、 21% ぐらいで、白石 21% ぐらいでアシリパー、それ以外の、まあ、2%ぐらいで2人参戦、振り分けあります。大抵杉本なんですけども、そこを避けてのアシリパーやります。いいね、ラッコ鍋ありますからね。
おっしゃ、贅沢スイカ。プチューンはあーおーい、50億。そして覚醒ですよ。しっかり、あー弱いか、俺が弱い、あー弱い。後期ですよ。オッケー、リベンジさん。ゴー、一個。杉本で次、ルーレット以外。おお、ルーレット以外。3ゲーム目。ああでも4、ああでもこれは大丈夫でしょ。オッケー、いきます。アシリパ、いいね。あえてのスイカー、あえてのスイカー。プチューンはなしない。50、オッケー、オッケー。ラスト70乗せ、 OK。 いやー、じりじり打っちゃってる。このじりじりでのマックスは3戦取ってる濃厚だと思います。赤文字3分の1で50ゲーム以上、 OK。残り90ゲームで、今あと833枚。まだ届かない、惜しいところまでも行ってません。まだ、おリロ、待って、押し順ナビでセグゼロなんで、これチャンス目ですよね。これは贅沢だ、チャンス目。あ、ここも潜りました、ここも潜りました。今2回チャンス目、2回分潜ってます。しかもリールロックしましたからね。いいね、スイカ。これあちょっと強いですよね。これボーナス、あれ、あーいますね。後期からの、あこれ V 出てくるに1票入れたい。 OK、 スイカから確か 8% 9% ぐらいのところ。さあここでボーナス中の役で参戦抽選してますんで、これ3人獲得して一気に攻めましょう。これ30ゲーム間でしょ、純度が 2.7 枚で、あと200ゲーム乗せればいいっていうところで、チャンス目分2個乗ってるんで、最低でも20ゲームで50、あと150ゲーム乗せればいけます。あと150ゲーム、ここでしっかりもう最低1人参戦取って、まあ、あわよくば3人。リプレイの何パーセントぐらいか、いやー参戦できないのは聞いてない。保証あったかちょっと忘れちゃいましたけど、これはうまくない。10でしょ、あと656枚で残りが67ゲーム、間に合わない、全然間に合わない。これしっかり、あーシリッパー、うわー杉本からの、いないか。さあ1500枚、あと500枚。おお、あチャンス目2回分、これ熱いですよね。0-0だったら熱い、多分2回分なんで、ここ真ん中2じゃなかったら熱いですよ、1の位から。
これ2じゃなかったら熱い。理想は0か1。2か、まあ、チャンス目2回なんで10、10で20。間違った、こう1、いや2、いや3、9、20です。残り24ゲーム。おーおーおー、パキーンいただきました。イニシャル D でよく聞いてたパキーンいただきました。マックス、これは熱いでしょ。ブランクない。でもさっき外れた赤高級。杉本参戦2人、アシリパ、ここ勝負ですが、残り2ゲームですからね。あと500枚出せば OK。 いやー間に合わないか。麻酔下から上から、あれ効かない。いやー残り406枚、1593枚です。白かー、ちょっと引き戻せるか。え、いやー1ゲーム遅い。リプレイ、あ、ようやく行きました。多分2回目のチャンス目で温泉チャンスだと思います。今日初温泉チャンス。チェリースイカで 75% チャンス目 OK。これ V 告知、あれ、いやチャンス目外れてるか。残り3ゲーム。おお、オッケー。374ゲーム。外し3本変わらずで、今1050枚ぐらいあります。オッケー。今日はパーフェクト決戦ボーナス。1ゲーム目。ノーマルタイトル。ボン、まあまあまあ、ノーマルタイトル、いやー厳しいです。カットインなしで、次濃いのは旋風ですね。ただずっと資料チャレンジループしてるんで、このループを生かして、今211ゲーム。おお、いきなり V 告知。これちょっと中段チェリー引いたんじゃないか疑惑ですよね。ダイナマイトでした。ただここではない、 AT 中に引かないとダメなんです。いやーまあこれで練習ができました。219ゲーム、外しか変わらず3本で、850枚ぐらいです。1638、4分の1なんですけども、中段チェリー確率。あの狩猟チャレンジ中なんか何でもない演出で中段チェリー来るってちょ前半で言ってたと思うんですけど、全然何でもありましたね今回は。お、スイカの 18% で参戦杉本。
重ねます、スイカ重ねます、熱いです、熱いです、そして熱いです、そして熱いでした。覚醒 OK、 振り分け20 10、まあ、覚醒は上乗せするまで続くんで、上乗せしなければこれずっと続くんで2000枚到達いけるんですよね。だから上乗せさせないようにリプレイレア役引かなければずっと続きます。これオッケー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 、いい感じです。お、いい感じ、リプレイレア役引けてない、オッケー。ただもうほんと微妙に増えてます。青3人さあ、中段ジェリー絆役、おお、100ゲームいただきました。ただこれじゃまだですよ、絆役引いたんで覚醒のゲーム数も上乗せ、いい粘りでした。ここで狙うは中段チリなんですけども、その次に狙いたいのは参戦役、うわもういやー110 OK、 いいねー、杉本スタート、あ、シリパ、あと200ゲーム乗せればいけます。いやーちょっと油断してる、あと2ゲーム、いやー引けない、痛恨のミス、いやー何もできなかったです。約160ゲーム間何もできず、あと450枚なんですけども、ラスト奇跡738枚です。白かー、うくまうち、ただ狩猟チャンス後即予兆ステージ、ちょっとだけ期待しましょう。なあ、ギズナク、ここはいないと思います。いやー絆役引いたからチャンスアパターンが出た可能性もあります。 OK、 282ピュー、114ゲームです。待って、規定ピューで当選してたらさっきの絆役は決戦ボーナスの昇格抽選ということは赤、 OK、 さあやりましょう。あと600枚ぐらいで有力感切れると思いますんで、しっかり AT 入れないと。いや出発、黄色帯、うわチャンス目、ダメです。おお1054ピュー、熱熱ステージ、足リパが来るかどうか、足リパが来ない、 OK、 1071球、390ゲームです。寄り道しすぎました。今日はオール決戦ボーナス、
あらー、現在1050枚。200ピュー抜けたんで一旦周りを見てきましょう。乙女が空いてたら乙女に移動したいと思います。さあ先行乙女4空いたので乙女調査始めたいと思います。時刻が16時11分343ゲーム908ポイントからスターティンです。ゴールデンカムイで843枚、流してサマイがプラスの705枚です。投資3本なので気を緩めずにフリーズ狙いつつ、乙女調査の最終目標は、出陣の時ゴールデンカムイで16384分の1の中段チェリー引けましたんで乙女のフリーズも大丈夫でしょう。400ゲーム前半では前兆構図、まあ、もし A だった場合400ゲーム前半で前兆来ない場合は400後半での当選が濃厚になるんですけども、ちょっと350から始めたんで100、200で前兆来てるのかがちょっとわからないところです。ついね、437ゲームですよ。グミ。うおー438。これ直撃に1票です。か、軍技一括連続エースで当たるパターン。ただ、400ゲーム前半で何も絡んではないんですよね。チャンスの前兆とか何も。あ、ついね。これはもう直撃に1票です。あーちょっと待って、違うかもしれない。445、いや400ゲーム前半で軍技いかないめちゃくちゃ特殊なパターンでのボーナスか、これ軍技いったらもう直撃なんですけど、ここで当選しちゃうとボーナスの可能性も全然ある。448ゲームボタン来なくていい。あー来るか。あーかなり特殊なパターン、いやー直撃に1票入れちゃったな。いや、あのパターンは、まあ、実は初めてなんですよね。その前にチャンスオンとか入ってるんなら話は変わってくるんですけども、ダメか。OK、 210ゲーム。油断できない、昨日外した。ようやく行きましたよ。8分の1サンスルー、4スルー、よかったです。200前半でした。246ゲーム、今4スル中、外し17本。この日から夏、夏の線じゃなかったの。さあまだ油断できません。これチャンス目だと外れる可能性ありますんで、左リール中段赤7狙い。いやー、まあ、スイカかチャンス目、スイカなら実戦上確定です。厚波のスイカは OK、 やりました。ようやくスイカの13パー取ってスタートです。さあ自身初強川ラッシュ。油断しません。のー145枚。
810ですからね。810ですからね。810ポイント。まだか。今日2回目のリーロック2段階。ボーナスはいなそうな匂いはしてます。うん、この後ポイント2回減らしたんですけれども、今218ゲーム、200ゲーム前半の前兆も走ってるところ、レイアク指定したら暑いな。219ゲームです今。暑いね、これ軍技いても暑いね。おー、初めての演出、総理に酔ってます。200前半で当選してるんですけど、今 ポイント2回減算してるし、リードオク2段階の 50% ボーナス外して 50% のチャンスがいる可能性もあるところ、いやこれ本前兆なんですよ、ボーナスの本前兆なんですよ。いや、いないか、いや、いないか。リードク2段階のボーナスもチャンスゾーンもいなくて、ポイント2回減らした分のチャンスゾーンもいない。まあチャンスゾーンいったらあのプレミアエースは出てこないかもしれないですけども。おお、さあ242ゲーム、200ゲーム前半でした。ワンチャン直撃ですが、多分ボーダス。全集合画面ノーマル。いやー、もうちょいで解放してくれると思うんですけどね。間違って50、ということはリード力2段階分のボーナスか、さっきのは。なあ、いない。511ゲーム、よし、20分の4。まだ小太郎と戦ってないんですよ今日。526ゲーム、相当死が46本です。おお紫ナビですね。セグナインでこれチャンス目で大型バトルのストックを、取りました。君も広がれ、リリベやりましょう。ラスト AT、 さあ 1.2% ぐらいで 80% ループオーガーバトル持ってこられますんで、ストックあります、そこ狙っていきましょう。ここで抽選されてると思っていきます。50ゲームオーガーバトル、ヨシテル、ヨシテル出てきたら 80% ですよ。カンスキ、さあ20戦目指していきます。
おお、贅沢レア役です。イエロー、お、カンスケ、カンスケ同じキャラ2回連続は継続。ピンチ、の66ゲームやれてないですね。非常にやれてない。赤いね。一気にタツガンいっちゃっていいけど、おお、赤でいかないパターンは本前町激濃。このところ、あいいね、ようやくできますよ、出陣チャンス。さあ96ゲームラスト4ゲームのところ、今日最後のチャンス。いや、いるでしょう。97ゲーム熱いね。もう隣の上は家康ですよ。今日最後の勝負どころです。でも一気に辛抱覚醒になる可能性もあるところ。麻酔でカモン。いやー、今日はそういう日です。いやー、惜しくないなー。いや、惜しかったなー。の30乗せ、ちょっと足りないところでの3人画面。ピコ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 、おお、贅沢ですね。なかなか見れないですからね、準備中のオーガーバトルのストック。さあ、ストックしましたんで、準備中にもう一回 80% 狙いながら、これ1戦目ヨシテル出たことないんですよ、まだ。カンスケ、イエロー、あー、ピンチ、大ピンチ。OK、 ダーピンチ 50%、 50%、 OK、 お、帰ってきたカンスケ。まだいけるでしょう。5戦目、ここをクリアすれば 33% で出陣ボーナス。おー、いや、ちょっと OK、 追撃、おー、なくはない、なくはない。おう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 、やりました、 33%。 油断できない。20戦いかないとダメです。最高記録は19戦。ピンチ、まだいける、まだいける。
65ゲームと出陣ボーナス1個。ロックオン家康。ボタン1、2、3、4、あーオーバー。ボタン1、2、3、4、あーオーバー。ボタン1、2、3、4、あーオーバー。ボタン1、2、3、4、いいねー。6はしない。三十。オッケー、三十のせ。さあ、105ゲーム、大外バトル。もうストックはありません。目に見えてるストックはありません。元就。878枚です。いやー、この辺で終了しましょう。149ゲーム乙女調査終了です。はい、お疲れ様でした。朝はゴールデン調査、ゴールデンカムイからの戦国乙女4、4時から移動して乙女調査やったんですけども、投資の方が合計ですね2116枚で、回収が855枚ということで、サマイスがマイナスの1261枚です。ゴールデンカムイだけだとプラスだったんですけども、乙女で苦戦しまして、最後ちょっと盛り返すかなと思ったら力尽きましたんで、今日はこの辺で終了したいと思います。店内の方なんですけれども、戦国乙女4は1台右肩上がりグラフの6000枚オーバー、あります。直撃2回ということで、内容もかなりいいということで上あったんじゃないかなと思います。あとは直撃台、他には2台、ございまして、朝から粘られている方も、半分、いらっしゃいます。だいぶ回ってると思うんですけども、まあ、今日も半分ぐらいは入っていたのかなと、思います。あとバイオアルイツが別積みです。はい、別積み。ちょっとフィギュアの方が分かんないんですけど、あとはトラブルですね。前代あったんじゃないかっていう感じの、雰囲気があります。8000枚オーバー、6000枚オーバーと、ございます。あとは信頼のゴッドイーターですね。信頼のゴッドイーター、あとカラクリ、あとバルブレイブも、ちょくちょくと、7000枚4000枚と、出ております。あとオキドキブラック、こちらも出玉感すごいです。4台並びで箱持ち、ということで、スマスロ北斗の剣も、だいぶ札が刺さっていますので、今日は全体的にまんべんなくミソポイントあったのかなと思います。明日も、こちらのウエスタン浦安柳通り店さんで収録させていただくんですけども、明日は9のつく日ということで、全ミソポイント複数箇所あるかなと、思いますんで、見つけていきたいと思います。ちょっと最近戦国乙女4の相性がかなり悪くなってきているんで、フリーズ引いてバンと、出せるようにしたいと思います。ゴールデンカムイは相変わらずの面白さでいいですね。やっぱり取れなかった時はゴールデンカムイと、いうことでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回はウエスタン浦安柳通り店様でのペルペルダブルパニックでした。最後までご視聴ありがとうございました。